どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、新作のスニーカーをまた購入しておりますので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで今回ですが、前回に続いてになりますが、先日スニーカーズで当選した一足をご紹介していこうと思います。こちらも実物を見るのを楽しみにしていた一足なので、早速開封していきたいと思います。ではまずはこちらのボックスになります。おなじみナイキスポーツウェアの赤箱になります。今回ご紹介するモデルは、先日ご紹介したマルチカラーモデルの別カラーになります。では早速中身を見てみたいと思います。本日ご紹介するモデルがこちら、ナイキダンクローブラックマルチカモでございます。1985年にカレッジカラーを身にまとい登場したノンエア仕様のバスケットボールシューズダンク。90年代にはヴィンテージブームで脚光を浴び、復刻を遂げるとストリートで人気を獲得しました。また近年では数々のコラボレーションなどでスニーカーシーンの中心となっています。今回はそんなダンクからブラックをベースにしたアシンメトリーなマルチカモが採用されたニューモデルが登場となっています。ということでこちら、まずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。はい、では全体像から見ていきましょう。まずは左足のアウトサイドから。オーバーレイがブラックのマットなレザーで構築されており、アンダーの各パネルには様々なパターンのカモ柄が配されています。インサイドはこんな感じ。カモパターンはインとアウトでシンメトリーのパターン構成となっています。右足がこちら。左足とは異なるパターンのカモ柄が採用されていまして、数種は左右ともオイルグリーンのカラーが採用されています。右足のインサイドがこちら。こちらもインとアウトはシンメトリーな形のカモ柄のパターンとなっています。続いて頭から見た姿がこちら。頭ボックスは左足のタイガーカモ部分がリップストップ、右足のデザートカモはキャンバスで構成されています。終端タグはこちら。ナイキロゴはエンボスのような形で立体的に配されています。シューレースがこちら。貝紐は付属していませんでした。こちらは黒タグ。ライニングとインソールがこんな形で、履き口周りはブラックで統一されてまして、インナーには数種と同じオイルグリーンが採用されています。アウトソールは数種と同じオイルグリーンが採用。カモパターンに加えて全体によりミリタリー感を強く打ち出しています。最後にヒールから見た姿がこちら。ヒールにもそれぞれ異なるカモ柄が採用されているほか、左足にはナイキロゴ、右足にはバスケットボールを模したロゴとアシンメトリーの仕様になっており、非常にインパクトの強い後ろ姿が演出されています。はい、ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。こちらは前回ご紹介したセールマルチカモを含めて、先日一気に発売されたダンクの中の1種類で、ブラックのマルチカモとなっております。ちなみに今回は後ほどセールとブラックを比較していますので、ぜひ実物を見比べていただければと思います。ではまず実物の感想ですが、個人的にはすごくうまくミリタリーテイストを出しすぎず消しすぎず、絶妙のバランスが表現されていると感じた一足です。カモ柄のスニーカーって下手すると本当に軍っぽくなりすぎたりすることがあると思うんですが、ブラックでうまく落ち着かせているのと、あとはオイルグリーンというオリーブ系のスーシュとアウトソールもミリタリーテイストではあるんですが、このカラーで絶妙にカラーバランスを保っている感じがすごくいいです。履き込んでキャンバスがちょっとヘタっとしてきたぐらいから、味も出てくるような気がしていまして、個人的な印象としては後じわ系のモデルではないかと思っております。でもこれ全然人気が出なかったですかね。前回セールカラーでも人気があんまりみたいなお話をしたんですが、今回のブラックはセール以上に人気が出なかったかなというような印象です。でセールにも言えることなんですが、これについては出る時期が悪すぎたかなという感じかと思います。発売されるタイミングがあのタイミングじゃなくて、単独で発売される感じだったらもっと人気が出たと思うんですよね。いやー、これについては本当に不遇なモデルだと思っています。はい、ということで先ほどお話ししたんですが、せっかく対になる2カラーを購入しているということで、セールカラーとも比べていこうかと思います。ではセールの方を持ってきたいと思います。はい、ということで2種類並べてみました。まずはぐるっと1周見ていきたいと思います。まず左足サイドから見比べるとこんな感じ。続いて正面から見比べるとこんな感じ。続いてはヒールサイド。最後に右足サイドから見るとこんな形になっております。では続いてもうちょっと近くで詳しく見てみましょう。まあ具体的に違うのは分かりやすいところで言うと、セールはオーバーレイ部分にカモ柄で、ブラックはアンダーレイ部分にカモ柄が採用されているというような感じで、まあ、やっぱり1つあたりの面積が大きい分、いわゆる迷彩感みたいなのは、まあ、ブラックの方が印象が強いかなと思います。で使い方としてはセールの方は足元にカジュアルさをプラスする差し色的な使い方ができそうっていう一方で、ブラックの方はやや武骨さがあってファッションにもミリタリーテイストをプラスするみたいな使い方になりそうです。でもちろんファッションにはよると思うんですが、どちらかというとセールの方が普段の使い勝手はいいんじゃないかなと思います。あとまあ個人的にどちらが好みかというと、まあ今の時点ではやっぱりセールに軍配が上がりますかね。でプロダクトの出来がというよりはブラックの方が合わせられる服が限られそうというのがまあ大きな理由です。ただ先ほども言った通りなんですが、こちらのブラックの方が後じわな気もしているので、数年後はこちらの方が好きになっているという可能性もあるんじゃないかなと思っております。でも2足とも本当にいいモデルだなとは思っていますので、良ければまた試着などしてみてください。では続いてこちら履いてみましょう。ではまず履き心地ですが、ダンク自体がノンエアのバッシュということもありまして、クッション性を重視されているようなモデルではありません。そのため特にクッション性が高いっていうことを感じるようなモデルではないと思います。あとアッパーの感触についても、今回のモデルはベース部分の半分ぐらいがキャンバスを占めているんですが、まあ、特にそこまで硬く感じたりすることはなくて、レザーのダンクから強い違和感を感じるということはないかなと思います。ただまあやっぱりダンク全体的に言えることなんですが、ハイテク系のモデルと比べてすごく歩きやすいという部類のスニーカーではないと思います。続いてパンツコーデですが、そこそこカモ柄の主張があるスニーカーになっているので、パンツはシンプルめの色で合わせられる方がいいと思います。黒やデニムを中心に落ち着いた色味の方が合わせやすいかなと思います。まあ、あと特に柄系のパンツと合わせるっていうのは結構難しいと思うので避けた方が無難です。またキャンバス地ということもあってややカジュアルな印象になると思うので、トップスもまあどちらかというと比較的シンプルにするとバランスが取りやすそうです。でパンツの丈感についてはダンクというモデル特性もあって幅広いスタイリングに合わせられるかと思います。ただ太さについては上下細身にはきれいめすぎるっていうような格好だと合わせにくいと思いますね。なので少しゆったりしたスタイリングの方がスニーカーの特徴に合わせた着こなしになるかと思います。最後にサイズ感ですが、こちらのモデルは比較的細めの作りとなっています。そのため普段よりハーフアップで履くことをお勧めします。具体的に言うとエアフォース1が 26.5 だと 27cm を購入すれば小さいということはないと思います。エアマックス系を履かれている方は同じサイズで大丈夫と思います。で一応今回のモデルは終端がやや厚くなっていて、通常のダンクと SB のダンクの間ぐらいにはなっていますが、まあ、それによってサイズを変えるということはしなくていいと思います。ちなみに私は今回 27cm を購入しまして、ちょうどいいサイズ感となっております。その他普段の私のサイズこちらに載せておきますので、よろしければ参考にしてください。また個別にご質問などありましたら遠慮なくコメントの方にくださいませ。はい、ということで履いてみました。まあ前回のセールでも言ったことになるんですが、こちらもネットを見てるとおそらく ABC マートグランドステージでリストックもあって、こちらもまだ普通に買えるんじゃないかなと思います。で場所によってはセールもあると思うので、ちょっと気になるなという方はぜひ両方試着していただければと思います。でブラックの方が普段のファッションと合わせやすいという方もいると思うので、一度両方とも試着していただければと思っております。という感じでこの他にもご質問やリクエストなどありましたら、ぜひぜひお気軽にコメントくださいませ。はい、ということで本日はナイキダンクローブラックマルチカモをご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。